ワルツのシリーズのドイツメディカル、紹介していきます。はい、ちょっと全体像こんな感じね。まあ、メディカルシリーズ、ドイツメディカル、まあ、知ってる人の方がもしかしたら多いかもしれないんですが、アメリカ、チェコ、それぞれもともとね、医療従事者のメディカルガウンをドレスにするというシリーズでして、それのドイツのお洋服にのワルツバージョンだということですね。で、これは素材と形は黒と変わっておりません。で、色は白になってます。白って言っても結構これはあれだね、真っ白ではないかもね。ちょっとアイボリーって感じのね。まあ、だから非常にメディカルシリーズを白にするとメディカルになるよね、やっぱりね。シナリンゴかっていうくらい今雰囲気はそんな感じですね。はい、シワはどんな感じでしょうか。シワはだいぶつきやすいですね。はい、黒よりもやっぱ白なので白の方が目立ちます。本当だね。あ、目立つね。なので座りじわとかはちょっと目立っちゃうかもしれない。はい、うん、こちら素材はコットンリネン、綿麻ですね。まあ、僕結構好きな素材なんですけども、まあ、どう着るかかな、洗いをいっぱいかけていって、リネンなんで、あんま雑にって言ったらあれだけど、に着ていくのもいいのかな。あんまこれをフォーマルに着る人っていうのはそもそもあんまいないかもしれないですね。なんかいっぱい洗ってちょっとくたっとした方がなんか使いやすそうだなっていうイメージ、うん、印象あります。あずみちゃん、今これはMサイズです。M サイズ、どうですか。特にないですか。はい、はい、特に、困るところもなく、はい、首の留めにもほとんどないので、はい、着ていて苦しいなとかはないので、はい、うん、まあ、でもドイツ持ってる方すごいたくさんいらっしゃると思うので、ぜひって。何色に染めますか。むずあんまりこれなんか染めるイメージが湧かないんですよね。なるほど。白のままっていう、うん、あれも難しくて。せーので答えますか。ちょっと考えさせてください。はい、はい、せーの、グレー。ベージュ。ベージュね。はいはい、ベージュ。なるほど。僕はグレーですね。絶対グレーです。大体グレー。大体グレーだね。はい、はい、じゃあちょっと寸法を見ていきます。M、M プラスの3サイズあります。着丈 S サイズ110、M サイズ120、M プラスが125、肩幅 S サイズ35、M サイズと M プラスサイズが37、袖丈 S サイズが25、M サイズ、M プラスサイズが、26。どうしました、何かが。あ、ボタンを外したんですね。ボタンを外しました。はい、バスト S サイズ102、M サイズ、M プラスサイズ106、ウエスト S サイズ71、M サイズ、M プラスサイズ 73.5 でございます。で、着脱は後ろのファスナーになっております。今、あずみさんは M プラス、はい、どのサイズがお好きですか。 M プラですかね。なぜでしょう。なんかやっぱ足首が出てるとなんとなくナース感がすごく強くなるなっていう印象なので、うん、私の身長だと M プラスの方がこうよりカジュアルに着れるかなっていう、うん、あとはいつもの M プラス例えば29とかだとすごく布量がスカートの布量がすごくて、これもまあ布量はあるんですけど生地が硬いのでそこまで長い丈でもあれ裾が邪魔にならないっていう印象はあります。はいはい、長いと大人っぽいね、やっぱこれね。そうですね。うん、あ、でこのベルトを外すこの感じのシルエットも横向いてください。はい、かっこいいですね。ありがとうございます。はい、という感じでドイツメディカルドレスのワルツ。ワルツは再販がないので、はい、まあ、ぜひこの動画が出て販売もあると思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。